はい、ここはどこでしょうかということで、本日もアフレコをしていきたいと思います。ここはね、無常堂っていうところで、この無常堂の堂っていう感じ見たことなくないって思ってさ、でここね、めっちゃ夏っぽくて風鈴とかあってさ、もう麦茶とか置いてあって、はい、住所はこちらになっております。静岡県にお住みの方はぜひ行ってみてください。でここで食べたのがこの抹茶小豆なんだけどさ、普通のかき氷屋さん、今時のかき氷屋さんってさ、1個1000円とかするじゃん。これ750円でめちゃめちゃうまかったからね。はい、一体皆さんこの映像で心を洗ってくださいませ。皆さんごめんなさい、なんかちょっと気持ち悪いことしちゃったんだけど、ちょっとさ、なんかあの彼氏とデートナウ的なあの後ろ姿の動画を妹に撮ってもらったんだけどさ、なんか全然キモいただの映像になってしまいました。すいませんでした。誠に申し訳ございません。この後続く映像ね、この虫たちの音がめちゃめちゃうるさくて、まあ夏だし山だからしょうがないんですけど、そこら辺もご了承くださいませ。本当によろしくお願いします。雲の巣しかない、無理やんけ。こんなだと思いますか。幼稚園じゃなくて小学生ぶり。そんな無理だよ。おい無理。おいる。これでーす。9番か6番かわかんないけど。はい。はい。見とけよ。はい、ということでね、小学生ぶりにこのゴルフの打ちっぱなしに来たんですけど、もう次の日のもうね、めちゃめちゃ筋肉痛になって、しかもなんか体左半身がめちゃめちゃ筋肉痛になって、これゴルフ特有なのかわかんないけどさ、もうめっちゃ辛かった。でさ、このゴルフやってる人、僕のフォームどうですか、ちょっとあのコメント欄とか書いちゃっていただけたら嬉しいですけど、どうでしょうか、お願いします。あー、うん、今のいいよ。グッド。うん、今のはだからちょっと構ってるけど、あーごめん、ちょっと今この起き上がるのが早い。来た、いい感じ。天ぷら。はい、この日はなんとですね、打ちっぱなし帰ってきた後、バーベキューをうちのお庭でやっちゃいました。ちょっと LINE の通知が入っちゃって、ちょっと待って、今からね、あのね、高校の友達とテニスしに行かなきゃいけないんだけどさ、あのもう編集とかめちゃめちゃ時間なくて、ちょっと頑張ってやってます。でこれ焚き火ね、で家でバーベキューするなんてさ、マジで何億年ぶりかの出来事なんで、マジでめっちゃ楽しみで、違う、めっちゃ楽しかったんだけど、もうこの日を見てるだけでめっちゃ幸せな雰囲気で、このね、なんか打ち合いで仰いだりさ、こうやってね、この無駄なシーン、ちょっと俺仕事してる感をね、いいとこに撮ってもらったんだけど、まあちょっとこういうのは腹立つでいらないんですけど、でこれビールね、あのおじさんと2人で、なるべく僕とおじさんと2人でね、頑張って準備、いやちょっと待って、8割おじさんだけど、でこうやって先に乾杯しようって言われたんで、ちょっとビールを飲んで飲ませてもらったんだけど、あの泡パーティーだよねこれ、普通に口当たり泡だったもん。まあでもまあうまかったよ普通に。
はい、乾杯します。いただきます。ジョイさん、今まで撮ってたアフレコをちょっと確認したらさ、めっちゃ普通にって言ってるんだよね。この前の動画でもさ、もう普通にって言いませんとか言ったけどさ、もうこれマジの口癖になっちゃっててさ、ガチだるくない？でもこのビールもちなみに、まあ別にそんなうまくは、なんかさっきうまいって言ってたけどさ、ビール普通に苦手だからさ、まだハイボールとかの方がマシです。はい、すいませんおじさん。はい、もう30分後には、はい、こちらがね、ぐるぐるうんこソーセージでございますね。もうこれね、もう見つけた瞬間絶対買おうって言っちゃって、もう買ってもらいました。で、これ見て、もう音めちゃめちゃうまくないですか。で、こちらね、いい焼き色がついてきて、もうマジでこれ一口目がブリッてしててね、めちゃめちゃうまかった。で、これおばあちゃんがなんか家の外に扇風機を設置しようと試みている映像でございます。はい、ここで急だめしてる、失礼いたします。マジでこのソーセージね、めちゃめちゃ本当にうまくって、なんかもうブリュなんかパル、もうなんか食感がわかんないけどパリブリュみたいな、もう見たらわかると思うけどさ、めちゃめちゃうまいやん。で、はい、次はこちらの焼きそばもね、まあバーベキューって言ったら焼きそばでしょ、ちゃんと作って、はい、オクラも食べました。はい、ちょっとね、ここでみんなに言いたいことがあるんですけど、まあ僕の愚痴なんですけど、あのね、前回の動画と今回の動画、そのいろんな人がたくさん出てくるからさ、そのモザイクというか、今はね、もう手を抜いて全フルモザイクでやっちゃってるんだけど、その人の顔に画像を当ててそれを動かしていくっていう作業をしたんだけどさ、もうそれめちゃめちゃだるくて、マジで前回のスイカの早食いの動画なんてね、もうマジでめちゃめちゃ本当に大変だったのよ。めっちゃ時間かかったからさ。でも今はこうやって手を抜いて全部フルモザイクにしちゃってるんだけど、まあそこはちょっとほんとお許してくださいませって感じで、全然美味しそうな映像がね、今撮れてないんだけど、食べてる様子もね、なんかフルモザイクでなんか全然美味しそうじゃないんだけど、まあマジで本当に大変なんです。よろしくお願いします。よーということでね、本日はですね、朝かき氷を食べに行って、お昼ご飯食べた後には打ちっぱなしに行って、夜ご飯はバーベキューをするというね、マジで充実した、でもめちゃめちゃ疲れた一日をブログとしてね、皆さんにお見せすることにしました。どうだったかでしょうか。まあ、この日のねバーベキューね、今ちょんなこんな感じで、ちょんな感じって何、こんな感じでウキウキしてるけど、なんと雨が降ってきて強制終了をせざるを、うん、強制終了をさせられました。マジで雨だるいです。ということで、この動画が良かったと思った人はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。